グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。バルセロナのアルゼンチン代表 FW リオネル、氏は、新たな2年契約が、ほぼ合意に達し、残留、正式決定が、目前に迫っていると見られてい、スペイン紙、アスなど、複数メディアが伝えた、シーズンのバルセロナはダゾーンで、いつでもどこで、簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、昨年夏に対、騒動を起こしながらもバルセロナに残留し、メッシは、今年6月末までとなっている契約を流しないままシーズンを終了。パリ・サンジ・ルマンへの移籍なども含めて、去就についてな憶測もあった。クラブ側は、メッシの引き止めを望み、あらゆる手を尽くしてきたとみられ、5月31日には、アルゼンチン代表 FW、セルヒオ・アグロの加入を発表しており、メッシと仲の良い人である同選手の獲得も、メッシ残留への後、死となることを期待していたと考えられる。グエロも自身も入団会見で、もちろん一緒に礼したいと語り、残留すると思うと見通し、示していた。1日には、DF エリック・ガルシアの絵も発表されたが、ジョアン・ラポルタ会長は、団発表の席で、メッシの契約延長の見通しにいても言及。準備はしている。早ければ、早い方いいと、早期決着への希望を口にしている。最適にメッシはクラブからの2年契約の提示を受け入れ、正式決定までには契約の詳細部を残のみであるとも伝えられている。今月13日に開け、する、コパアメリカ、南米選手権開始前に契約延長が完了する、可能性もあると予想されている。両。